ほんまや、アナベル。な、そう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 、ほんまやな、いろんな種類の。あのちっちゃいなんかつぶつぶってしたあのアジサイ好き。あ、かわいいよね。カサもここで固定するやつがあるって。あ、それ売り切れてないらしい。それ欲しい。売り切れてないだってこう手持ってるの、うんうん、あ、なんかつまんでる。つまんでるな。そんなんあるのか。なんか高倉屋っていう。移動して旨味丘陵公園に来ました。あ、さっき降ってたよ。うん、降ってた。シロツメクサも可愛い。あ、ちょっと自分の歩くこの風速っていうか風で涼しいけど、うん、止まったら暑い。コキアが綺麗。ちっちゃいな。なんで？ヤマップつける。ほんまや。あの、うんうん。すごい冷や汁。調理時間10分です。10分？え、もっと短くない？ああ、そういうことな。あ、あれか。お豆腐切ったりね。そうそうそう。そういうことやな。あ、きゅうりもさ、うん、切ってきてあるけど。切らなあかんからやな。そういうことか。これ絶対買おう。いいな。シソと、キュウリとイカな。ドッタフもな。そう。山もあって公園館まで歩きます。アジサイを求めて。
何これ、本物の木かな。いや嘘よな、これこんな本物なわけないやんな。嘘や嘘やな、作ったものやな。あれやまこ、お、なあ前ね、キーフード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 ない。おー、ここを折りましょうか。涼しい、涼しいんや、嬉しい。見て撮ってるやん。朝か来るのな。あっぽ。でも開くのも朝やけ。なんか言ってた。じゃん。あ、こいや。ところどころ残ってるのが咲いてるだけ。周り祭りが7月末から8月。